中にもう木が生えちゃってる、そういうのが邪魔するんだろうな、あれを、うん、曲がったりしてるとそこで溜まってるんだな、うん、あとは下に降りる階段があるところだからな、うん、ああいうとこが多いよな、うん、警戒してるの。正面です。通過速度は90
そんでドルパがあまり動いてないのかって、台風だからやめっかって。今日より明日の方がまた混むんだろう。うんだと思うよ。夕方は。うん、土曜日だからね。人口全部をやったって高津の方が多いだろう。多いよ人口にしたら、うん、これ年寄りだけだったらいくらでもねえな、うん、いくら年寄り多いよって言ってたんだよ。その他待ち伏せ